したら次は誰や。私じゃない、高倉さんじゃないの。高倉、お前さっき言うとったやないか。あれ、私は湯川先生、お願いします。だから僕だけの君でいて、二度と離さないよ。私は演歌言うとるからな。こんなお前難しい歌歌えるかよ。お前リズム難しいし、それにメロディーもな。いくつの恋をしただろう、今まで出会いと別れ繰り返しては孤独を知った。君に見つめられて時は虜にするよ。その眼差しはもうデスティニー。だから僕だけの君でいて、腕の中の天使、世界中で一人きり。なんで歌本の間に指挟んどんや。その日、滋賀エンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にした。滋賀なんてダッセよな。プレステの方が面白いよな。そうなのか。なんてこった。止めてくれ。一人になりたいんだ。滋賀なんてダッセよな。くちゅう。うるせえ。ごめんなさいやろ。おかえりなさ。どうなさったの。ゆかせむ。本当かい。はい、セガは変わりました。変わった変わった。そうか、セガが一番面白いよ。いや、おじさんホッとしたよ。嘘だよ、セガなんていらないよ。いらないいらない、帰ってプレステやろう。やだやだ。おー、待ってくれ。専務、
専務大丈夫ですか？あ、はあ、爪が折れちゃった。立つんだ、湯川専務。落ち込んでいた湯川秀和についに朗報がもたらされた。専務、ドリームキャスト完成しました。そうか、ありがとう。ご苦労さん。できたよ、ついに。おめでとうございます。勝負はこれからだがな。お席飯炊いときますから早く帰ってきてね。これでも CM に出なくていいわね。うん。なんでよ、お前知らねえのかよ。ドリームキャストってすげえんだぜ。よしよしよし、いただきたいと思います。それでは専務どうぞ。CD? 歌えって言うなら歌うさ。やろうじゃないか、みんなのおもちゃになってやるよ。しかしな、本当にドリームキャストのことを考えるなら、300万ポリゴンの究極の画像、インターネット、通信ゲーム対戦、そういうことを伝えなくていいのか。わしは間違っとるか。売れるのか、ドリームキャストは。対策はあるのか。あるって聞いたよ、ドリームキャスト。湯川君、ついにドリームキャストが発売される。は、ついては草の根販売計画を滝沢君とやってもらいたい。滝沢と言いますと、営業二課の。いやいや、タレントの滝沢君だよ。は、よろしくお願いします。え、それから88枚の名刺が交換され、計画は実行された。ドリームキャストいかがですか。おじさん、普段何やってんすか。専務。専務がなんで。なんでだろう。ドリームキャストいかがですか。いいのかな、これで。ドリームキャスト。あ、すいません、ちょっと。あ、間に合ってます。しつこいわね。すいません。あら、滝沢くん。売れましたよ、3つも。あ、そう。くさ、あいつ一人でやれんだよ。あ、中高年のズベは危険か。そうだ、皆さんお願いがあります。リアカーを引くこのおじさん見かけたら、専務一つくださいと言ってあげてください。ドリームキャストいかがですか。専務一つください。あ、はい。ドリームキャスト売り切れ。嘘。なんで。湯川でございます。この度はドリームキャストの生産が追いつかず、誠に申し訳ございません。なんとかしてよ。はい、この責任を取りまして、私専務を降格となりました。降格。どうしてあなたが責任取らなきゃいけないの。なんでだろう。そんなの関係ない。言ってくれ。ごもっともでございます。しかし、おじさん、滝沢君、みんなごめんね。しょうがねえな。素敵ドリームキャスト。あなたの潜在意識の彼方に消えた。さあ、この方は誰。紅茶キノコの人。人間ポップ。残念、この方はあの CM の。また専務。今だ、専務。すいません、皆さん、ドリームキャストが品切れで大変ご迷惑をおかけしましたが、ようやく生産が間に合いました。 CM ってルッコンだ。やったね、専務。よ